おはようございます。お茶の水ゼミナールライブチャンネルのおはようチャンネル、年内最後の放送になります。皆さんおはようございます。爽やかに挨拶できたでしょうかね。ここ数回分ですね、 YouTube にこのあのおはようチャンネルがアップされてて、石原もう少しですね爽やかに挨拶できてるかなと思って見てみたんですけどね、なんか寝起きの雰囲気が出てて、なんか爽やかさが足りないなと思ったんで、おはようございます。今日はどうでしょうかね、爽やかに挨拶できてるでしょうか。今日はですね、なんとなく聞こえますかね、アコーディオンの音が聞こえますかね。これは BGM を入れてるわけじゃなくて、おっさんが練習してますね。はい、そしたら BGM の後ろでですね、今日の放送も始めていこうかと思いますが、今日はよいしょじゃん、18回目ですね、2020年12月の20日お茶の水ゼミナール国語科の石原がお届けします。よろしくお願いします。そして今日はですね、じゃじゃん、また言葉の学習ですけれども、こちらですね、先週に引き続き言語ですね。先週は前編をやってたんですが、今日はですね後編としてまた同じくちょっとね言語言葉ですね、扱っていきたいかなと思います。良いかな。はい、先週ですねお話ししたのをちょっと今日のお話のために思い出しておきますね。さらっと先週こちら、言語って何ですか？まず定義付けの部分ですけれども、思考、感情などを伝達表現するために音声や文字などを用いて習慣的規則に従って、用いられる記号体系、まあ、これらの A、B、C での要素ですね、定義付けで紹介したかと思います。で、今ここ線引っ張ってあるんですけれどもね、今日のお話のためにはこの定義付けのうちA の要素と D の要素ですか、思考感情などをですね相手に伝達するための記号体系ですよというところ、特にですね頭に入れておいてほしいなと思います。さらにじゃじゃん、その言語の特徴として、これ先週ね一生懸命説明した部分ですけれども、3つの特徴を説明しました。1つ目、世界を分節化するんですよ。もともと連続的なつながってる世界をですね、言葉によって分けていくと、それを分節化と言いましたね。それは文化や歴史によってですね変わってくるんだ。はい、そして次が物事を存在させるんですよと、まあ、これは存在させるってね、物をボコッとね生み出すという意味ではなくて、物事を認識させるんだという意味で言語の機能を説明しました。そしてそれが積み重なった形でですね、世界が創造されてるんだというお話を 1,2,3,3 つですねしたと思います。で、今日のお話はですね、まあ、特にこの2番目に関連するので頭に思い出しておいてほしいんですが、言葉というのが物を存在させると、これを頭に入れておいてください。さあ、そしたらですね、今日お話ししたいのは何かというと、後編としてですね、前回お話しした言語の特徴を考慮した上で、じゃん、ここに道具モデルと書いておきましたが、先週からね石原が言語についてお話した話、これあのスイスのですね言語学者の、フェルディナンド・ソシュールさんという人がですね、20世紀の初めにですね大学でした講義が元になっている、まあ、スタートラインになっている考え方なんですが、非常に大きなですね学問的な、まあ、転換点になったんです。そのことをちょっとお話したいな。こちら何かというと、初めの言語言葉の定義付けを思い出してほしいんですが、自分の思想や感情、ここに意と書きましたが、感じたこと思ったことを言葉に乗せて相手に伝えますよというモデルですね。我々が普通に生活していたら、言葉って何ですかと言ったら、こういうイメージで、捉えてるかなと思うんですね。ここに道具モデルと書きましたが、どういうことか。まず自分が先に考えたことをですね、言葉という、まあ乗り物というか道具を使って
相手に伝えるんですよ。これが一般的なですね、言葉のイメージかなと思います。ところがですね、ソシュールさんはちょっと違うと。じゃじゃん。これは先週お話ししたお話と関連するんですけれども、我々は言葉がある限りにおいて物事を認識することができる。覚えてますかね？酸素とか二酸化炭素とか窒素とか、そういった言語があるから、我々はですね、ここに酸素、窒素があると認識できるんだよ。じゃあこちらですね、それを図にしたものですけれども、先ほど私たちは自分の意思、自分の意識を先に考えて、それを言葉で伝えると考えていたけれども、いや違うんだよ。我々は、例えば酸素という言葉であれば、酸素という言語、言葉を持っている、まあ、社会というか、世界というか、に住んでいるから、我々は酸素というものを認識することができるし、聞いた側も酸素というものを認識することができるんですよね。そうするとですね、ここに大きな転換があるんです。じゃじゃん。何が大きな転換かというと、先ほどのこれ道具モデルと言いましたが、言葉を道具だと考えてると、まず自分の考えが先にあって、その後言葉がある。1番、2番の順番。それがこちら。ソシュールさんの言語学でいきますと、いやいや違う。我々は言語がある限りにおいて意識、認識することができるんだ。1番、そして2番ですから、これ順番が完全に逆転しているんですよね。これをですね、言語学的な転換と呼んだりしますけれども、これは大きな事件だったんです。何が大きな事件かと言いますと、こちらの方ですね、構造モデルと言ってますが、この構造、何かな？もう少し詳しくいけるかな？じゃん。これ何かというと、犬。もうそこら辺犬いっぱいいるんですけどね、散歩しててね。ちょっと書きました。じゃん。これですね、ソシュールさんのお話なんですけれども、犬という言葉、記号表現と記号内容、シニフィアンとシニフィエというんですが、まあ、呼び方は少し置いといたとして、犬という表現そのものと、それが指し示す内容、この2つが合わさって言葉ができています。そしてこの周りに書いたやつは何かですけれども、まずこの記号表現、犬という表現がありますが、犬という表現が、ああ、これ犬だなと我々が認識するのは、椅子とは違いますね。そして絹、布のね、絹とは違いますね。何が言いたいかというと、この犬という音をですね、ああ、犬だと認識するのは、他の言語との差異と言いますけれども、違いの積み重ねで、ああ、これは犬だと認識します。そしてこちらの内容の方ですけれども、我々は犬というのを、これちょっとね、A 失敗したんだよ。タヌキ。タヌキとは違うと認識してますね。そして、オオカミとも違うと認識しているでしょう。言葉が違うことによって、指し示している内容の違いも認識することができますですよ。これフランス語でしたかね。タヌキと犬というのは、シャンと言って、区別してないそうですね、言語によって。我々は、タヌキと犬をですね、別々に認識することができる。何が言いたいかと言いますと、これも違いの積み重ねなんですね。それをさっきちらっと言いましたけれども、じゃじゃん。こういった言葉の違いがたくさん組み合わさって、私たちが使っている言葉の世界は出来上がっています。それをすべてまとめたものを構造と呼ぶんですね。で、我々はこの構造の中に生きていて、その構造の持ってる特徴をそのまま思考する。逆に言うと、我々が考えてることというのは、言葉を使って考えてるんじゃなくて、言葉がある中において考えてるに過ぎない。ちょっと難しいこと言いましたけど、いう発見だったんです。何が違うかというとですね、こういった点に注目した学問傾向のことを構造主義というんですけれども、かつてはですね、あくまでもこの青い枠、ある本人がいたら、その人の心の中、主観というのは、その人が直接認識できて、まずその人の意思がどのような考えなのかを
考えよう、ここに注目しようというのが基本的な学問のスタイルでした。そしてそれとは別の客観的世界、主観的な世界と客観的世界があるんだと、これを分けてね認識するんだという学問が基本でした。ところがこのソシュールさんというのが、我々はある構造の中にね置いて思考しているんだという視点を持ち込んだことによって、我々は個人個人がどのように考えているかというよりは、全体としてどのような構造の中に生きているのか、それを分析すべきじゃないかという構造主義という思想的な、まあ、流れですね、1960年代以降ですね、フランスを発祥として、まあ、始まったんです。でその構造主義的な物事の見方というのは、今にもですね学問の世界でずっと受け継がれていて、構造主義というのは何かしらの主義主張というよりはですね、学問的なアプローチの仕方ですね、個人のその一人の人物の内面、主体性に注目していくのか、それともその人を囲うですね、その人を取り巻く構造に注目するのか、そういった違いです。さてなんで今日ですねこのお話をしたかというと、今日はですね、この短い間でしたが、おはようチャンネルの年内最後の授業ということ、じゃじゃん、その構造というのね、さっきからお話してると、なんか構造というともう建物のようにがっちりした建物をイメージそうですけれども、必ずしもそうではないですね。その構造自体、こうちょっと何重にも書いておきましたが、こう日々変わるものですし、他の言語との関係で動いていくものですよね、決してですね固定的で人々を縛り付けるだけではありません。何が言いたいかというと、じゃじゃん、こちら、私たちですね、国語の時間、現代文の授業でも古文の授業でも、あとは英語の授業でもね、我々言葉を勉強してますよね。そうすると言葉がある限りにおいて我々は世界を認識するんです。逆に言えば我々ですね、言葉を勉強することによってただ単に記憶いっぱい言葉を覚えようとしてるわけではないですね。それだけではなくて、頭の中にいろいろな言葉が入ってくることによって僕たちがですね認識する世界がどん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 広がってるんですよね。言葉を勉強することはただ単に頭の中を記憶していっぱいにするというんじゃなくて、我々が認識できる世界をどんどん広げていくことになります。で今日はね年内最後の授業で、皆さんへのちょっとしたメッセージっぽい、内容ですけれども おはようございます。おはようございます。何でしたっけか、どこまで話してたっけか、あ、言葉を勉強するとね世界を広げますねという話です。でこれは国語だけじゃないですね、数学だって、日本史、世界史だってですね、一つの言葉を勉強していくことですから、皆さんが一つ一つ勉強することで皆さんの世界を広げていってほしいなということです。じゃじゃん、そしたらですね、今年年内最後のおはようチャンネルになりましたが、またねということで、こちらですね YouTube にもアップしようと思いますので、いいねとお茶ゼミおはようチャンネル、いいねとですね、あとチャンネル登録していただけると喜びます。そしたらまた、来年ですねお会いできると嬉しいなと思いますので、また良いお年をお迎えください。ハッピー、何でしたっけ、メリークリスマス&ハッピーニューイヤー、さようなら。